キッチーヨです。新年を迎えたので、新シリーズ行こうかなと思います。その名もキチクラです。無難な名前ですが、キチククラフトではないのでご安心を。リソースパックをダウンロードしますか？今回だけ、軽量化のリソースパックを入れてます。お、もうすげえ。さて、どんなワールドになることやら。砂漠や無人島はやめてほしい。めっちゃ普通でした。おお、猫丸だ。でも始まりは木からですね。スポーン地点は海が近い。猫丸発見。な、君羊か？おお、まさかのウルーカラーだ。この他にも変わっているから、それも探すのもいいね。骨付き肉じゃねえか。あ、ナウさんがやってきた。そして今回ナウさんは、毎度のごとくミュートです。謎キャラが定着しちゃう。前回のファームライフでは元気だったのに、また謎キャラですよ。父親木を回収して、僕は羊毛を探してくる。了解。ごめん、間違って殴っちゃった。そういえばナウいなくない？うん、いない。スキン緑色だから、擬態してどこにいるのかわからない。ということで、ナウさんを探せのコーナーで、クラフターの相棒、作業台を作りました。あ、ナウさん。やっぱり擬態してる。やっほーナウさーん。お次は直下掘りして、石を回収します。気づいたら夕方になっていたので、急ぎましょう。いやいや、なんでナウさん降ってきた？どうした？縦横一マスになると密です。これ自分で上がるの無理じゃね？っていうか、ナウさんがこんな大胆にやらかすのは初じゃないかな。あ、一番やらかしているのは僕です。そして猫丸が助けてくれました。そんでツールを作った。そしてこのリソースパックちょっと見づらい。うわぁ、キチ後ろ後ろー。うわぁ。クリーパーか、爆死するところだった。よく助かったね。最初の死亡がクリーパーでも悪くなかったけどね。おお、雲だ。めっちゃキモい。色とかがなんかリアルなんだよな。あ、ナウが穴掘ってる。じゃあ今から照らすね。とりあえず初日の夜は越せそうだ。ラム肉いただきます。なかなか美味しそうですね。おお、ナウさん。びっくりした。何をしに来たんだろうか。あ、部屋の拡張ね。手伝うよ。じゃあ僕も手伝おうかな。ん、どうしたナウさん。え、ナウさん、部屋の拡張は？ダメだ、何考えてるかわかんない。なんでこんな中途半端でやめるんだよ。海が近いので、ちょっとだけ探索してみます。海はそんなに変わんないかな。こいつイカか？完全にエイリアン。あとはもう何もないかな。うん、あれはなんだ？なになに？あそこに見えるのってまさか。どれどれ。うん、海底神殿ですね。まあ、とりあえず今回は拠点へ戻ろう。村死んだ。敵死ゾンビに倒された。一番最初に死んだのは吉岡。どうせならもっと派手に死にたかった。そして死んだ場所を忘れて、アイテムを下ろすとしました。あれ、ナウさん、木の上に登ってどうしたんだろう。ツリーハウス。あ、なるほど。おっと、猫丸記念すべき最初の死亡はクリーパーでしたー。あと死んでないのはナウだけだね。ドラウンドからのクリーパー。そして次は落下死とかしてほしいなー。なんで落下死なの？落下死はマイクラにおいて典型的な死亡だから。食料不足なので、燻製器を作って、昆布を焼いて、ナウさんは高みの見物です。うわ、ナウさんがクリーパーにー。なんだ、生きたか。二人ともクリーパー回避できたのに、僕は爆散される始末です。ねえ見て、この腕らしきものはゾンビーフらしい。はい、フグ。それじゃあいただきます。食べるの？ああ、めまいがして倒れちゃう。ねえ見て、強いエンチャント本釣れた。嬉しいけど、効果が多すぎて、どれにつけるか迷うやつね。なんかちょこちょこ動いて可愛いんだけど。お、マグマがすげえマグマしてる。こんなところに鉄鉱石が、でもうまく取れないな。あれ、ナウさん。おう、ナウさんが頑張ってる。頑張れナウさんシリーズ、めっちゃ好きなんだけど。っていうか、あのワールド、がっつりクリエイティブ使ってるよね。封印部屋に封印したとか言ってたけど、その後がっつりチート使ってたからね。あのワールドは終わったわけではないので、ワンチャン続きます。そういえば、スカイブロックはどうなったんだろうか。スカイブロックの更新日は、3ヶ月前、下手すりゃ年一投稿になるぞ。誰も見ないわ。まあでも、まだ失踪はしません。そして今は、先ほどの警告の下に警告があると、ナウが言ってたので来ました。魔女いるっぽい。ほんとだ魔女だ。ちょっと雰囲気がナウに似てる。こうなったら落としてやる。うわぁ、目の前に来たぁ。
あ、ポーション落とした。何のポーションかな？からじゃねえか。いつものテクスチャに戻った、実家のような安心感。少し歩くと湿地帯。ナウさんの親戚の家。気づいたら夜です。んー、なんだあの黄色いの。おーっとすけさん、水ではめるのはやめー。んなんか嫌なものが。よ、クリーパー、うわこっちにも。危ない死ぬところだった。そして遠くから見えてたのは、荒廃したポータルか。黒曜石や金ブロックは、鉄ピッケルないし回収できないから、後回しかな。基地を今どこ？ね。どこやねん、ここ。ということで、座標をメモして、マグマダーイブ。あ、猫丸こんにちは。あ、ベッドもらいます。あ、ベッドもらいます。なんでやねん。よし、ただいま、ベッドも持ったことだし、もっと周りを探索してこよう。と言っても、湿地帯は、ナウさんの親戚の家しかないしな。お、こんなところに洞窟が、これは行くしかないようだな。鉄発見。あ、そうそう、今回のワールドは、レッドストーンなどを使った、機械や装置を駆使する、そんなテーマでやっていきます。そしてこの洞窟広いぞ。お、ナウのツリーハウスが大きくなってる。それはぜひとも見たい。頑張れナウさん発動中かな？前のワールドの最後、平気でクリエイティブ使ってたし、挙句の果てには、天空のナウさんというワードまで出てくる始末だよ。ちなみに僕が一番好きなナウさんは、やはり焚き火攻めのナウさんですね。機械化するためには、鉄やレッドストーンを使うから、たくさん取ってきて。了解、そしてあわよくば、ダイヤなんかも見つかったりしてねー。だが、ダイヤが見つかることはなかったのだった。ナウさん落下死してるー。序盤でナウさんは落下死してほしいなーと言ってましたが、本当に落下死しました。帰り道はつまらないから録画を止めてましたが、ナウさんが落下死したので慌てて録画を開始しました。あ、お二人さん発見。やっこう猫丸さん。僕にドッキリを仕掛けるにはまだ早いぞ。やっぱりドッキリの対象はナウさんだね。さあ、今日の収穫はこれらだ。よし、これだけあれば何かしら作れるね。レッドストーン関係には、我らがナウさんがいるので、なんとかなるでしょう。ちなみに僕はレッドストーン関係にはわけわかめです。猫丸は、レッドストーンの知識は人並みですが、コマンド関係に強いです。あれ？じゃあ僕は一体何ができるんだ？そうだ、ナウさんからあのベッドを作ってあげよう。黄緑色の専用は確か、海にあったな。ということでボートを作って、念のためベッドも持って行って、ナマコを回収して、ナマコを焼いて、ナウさんのベッドを強奪して、ベッドを黄緑色に染めて、元の場所に戻します。これで、みんなのマイベッドが完成しました。痛い痛い。間違って殴っちゃった。それは本当に痛い痛い。残りハート1はちょっと怖いなぁ。まあ、湧き潰しもしてるし大丈夫。よし、木を回収するから、一回録画を止めよう。配信だー。